Hi, Samantha. Look, I found a box. Ooh, it says Kiso Ego 2. Let's open it, shall we? Okay. Hi, I'm Tamura Takamitsu. I'm your English teacher. That's great. Let's dive into our lesson. Let's, Let's learn, learn together. together. Hello, everyone. Welcome to Grammar Box 7. So you're glad you back! さん、んこにちは基礎英語2。講師の田村光です。毎週金曜日は月曜日から木曜日までの学習を文法にフォーカスしてしっかりと振り返りさらに深く理解していきます。Are you ready for more? Let's you do it! Another story. 最初のコーナーは、アナザーストーリーです。ストーリーに登場するキャラクターが書いたブログやノートを通して、それぞれのキャラクターの気持ちや性格、考えに触れていきます。では、今週のアナザーストーリーを聞きましょう。Listen to this another story. 今週は、ナオコが書いた秘密の日記の1ページを見てみましょう。ナオコは、白田先生が投げかけた質問について、 とてもいい質問だったと言っています。城田先生の質問とはどんなものだったのでしょうか聞き取ってみましょう。ミ r シロタ had a very good question.What is Tomomi's dream for the future?I am always talking to Tomomi, but I do not listen to her.Will she take over her father's dojo?No, she likes cycling. maybe she will be a professional racer or a bicycle shop owner no she has a bright and kind personality maybe she will work in a flower shop or become a kindergarten teacher i will ask her we must make up and become good friends again soon 白田先生が投げかけたのは、ともみの将来の夢って何だろうという問いでした。な子はいつもともみに話しかけているけれど、本当のところともみの話には耳を傾けていなかったことに気づきました。ともみが将来、お父さんの道場を継ぐのか、自転車のプロレーサーになるのか、自転車店のオーナーになるのか、お花屋さんか、それとも幼稚園の先生なのか、 今度、聞いてみようと言っています。また、仲直りしなくてはいけないし、すぐにまたいい友達になれるとも言っています。奈央子はやっぱり、優しい女の子のようです。This s grammar. <S このコーナーでは、月曜日から木曜日まで学んだことを、文法の面から改めて整理していきます。今週は、must. と、have to について学びました。では最初に、must について見ていきましょう。まずは肯定文です。must プラス動詞の形は、自分の意思や判断で、〜何々しなければならないという時に使います。must は助動詞なので、後に続く動詞は原型にします。私は一生懸命勉強しなければなりません。なら、 I must study hard. 私たちは静かにしなければなりません。なら、we must be quiet.must の後に続く動詞は原型にしますので、ここでの動詞は B 動詞の原型の B となっています。次に否定文です。否定文では、must の後に not をつけ、その後に動詞の原型を続けます。 何々してはいけないという禁止の意味を表します。例えば、あなたたちはここで携帯電話を使ってはいけませんなら、ちなみに、must not の短縮形は mustn't になります。must を使った否定文の作り方はわかりましたか 続いて、have to の使い方について見ていきましょう。ここでも、肯定文から見ていきます。have to は、ルールや指示などによって、何々しなければならないという時に使います。to の後には、動詞の原型を続けます。例えば、私は病院に行かなければなりません。なら、I have to go to the hospital。もう一つ。 彼は早く寝なければなりません。なら ?He has to go to bed early. この例文のように、主語が he や she、人の名前などの場合、has to となります。次に否定文です。否定文を作るときには、don't have to、もしくは d o e s n t have to を使います。何々しなくてもよい。何々する必要はない。 という意味です。例えばあなたは日曜日に学校に行かなくてもいいですなら Have to の意味と使い方が確認できましたか Practice のコーナーです。いつものように Hop, Step, Jump の3つのステップでさらに身につけていきましょう。<Hop! S 1> まずはリピート練習で表現を確認していきましょう。サマンサとクリスに続いて声に出して言ってみましょう。<One. S 1> まずは肯定文です。あなたは今夜その番組を見なければなりません。You must watch the program tonight. マストを使っていることがポイントですね。次は否定文です。私の母は週末には朝食を作らなくてもいいです。何々しなくてもよいという意味から、not have to を使っていることがポイントですね。<Step. S 1> 次に日本語の文を英語で言ってみましょう。私たちは8時に学校へ行かなくてはいけません。学校のルール、高速で決まっているという状況があります。どうぞ。we have to go to school at 8 have to を使うのがポイントですよ。ジャンプでは最後に力試しをしましょう。クリスに家族の一員として何をしなければならないのか尋ねてみましょう。家庭内の役割という状況がありますから、have to を使いましょう。それではどうぞ。 それでは回答例を聞いてみましょう。このように、What do you have to を使って自分の力で英文を作れましたかこの後はフライデースペシャルです。クリス、サマンサ、よろしくお願いします。 Friday special。<Friday Special. S 1> 先月と今月のゲストは庭のホテル東京、総支配人、そして代表取締役の木下彩さんです。welcome back to our show。thank you for inviting me again。庭のホテル東京の木下です。よろしくお願いします。英語の勉強で苦労したこととはどんなことですか。それを。 どうやって乗り越えましたかあの仕事を始めてからはそんなに必死で勉強したということは実はないんですが、うん、最近になって以前ほど英語を喋る機会がなくなってきたら、うん、だんだん英語が話せなくなってきました。<laughs> あの発音が自分でもとても下手になったなと思うんですね。<や>多分 あの、しょっちゅう話していないと、口の周りの筋肉がだんだん、うん、英語用の筋肉が衰えて、うん、<laughs> 日本語用のところだけしか使わなくなっているんじゃないかなと思うので、うん、あのやはり、えー、サボらずに自分で英語を喋り続けること、それから、えー、だんだん単語とかも忘れてきてしまったので、うん、本を読んだり、 あの例えば、まあ、映画とかテレビとか英語で聞いたりっていうことでそのボキャブラリーを減らさないようにするのが大切だなと思ってます宿泊客の半数以上が外国人だそうですが意外なリクエストやそこかから新しく始めたサービスはありますかちょっと意外だったのは。えー海外のお客様は 滞在中のタオルとかシーツとかは買えなくていいから。 ちゃんとそれれををリクエストできる仕組みを作ってくれという,うあのことをたくさんの方に言われました、はい、ですので最初は毎日全部変えてたんですけれども今はお客様からそういうご要望があればタオルやシーツは変えずにそのままま使ってていいただいてます、はい、洗濯をすることで水を使ったり水を汚してしまうっていうことに対して環境に対しての意識がとても強いんだなということを 日本人の方からはあまりそういうリクエストはないので <laughs> あの感じましたねはい。日本への観光客が増えていますが日本に住む日本人の人たちはどのようなことを心がけるべきでしょうおもてなしのプロの木下さんからアドバイスをお願いしますはい確かに日本に 来られる外国の方がとても増えましたよね街を歩いていても、はい、外国人の方を見かけることが本当に多くなったと思います。で、あのー、道を歩いていて困ってるどっか場所がわからないんじゃないかとか切符の買い方がわからないんじゃないかとか、はい、そういう外国人を見かけたら勇気を出して話しかけていただきたいなと思います。もし自分が例えば、えー、外国に行って でわからないことがあったときに、すごく下手な日本語でも日本語で話しかけてもらえたら、多分とても嬉しいと思うんですね。<laughs> はい。ぜひそれをやってみたらいいんじゃないかなと思います。それでは最後に基礎英語2のリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。えー。 私はちょっと一つだけ若い時にやっておけばよかったなと思って心残りなことがあるんですけれどもそれは学学生時代に海外留学をしななかったことなんですねやはりえ特に若い時に、えー、異文化を知ることで異文化コミュニケーションの体験を積むことというのは、うん、もう世界がこれだけこういろんな意味で近くなって はい、いますので、えー、とても大切なことだと思います、えー、日本で働くにしても外国で働くにしても、えー、そういった若い時の異文化コミュニケーションの経験っていうのは間違いなく役に立つと思うので、はいえー、もしリスナーの皆さんがあやってみようって思ったら、えー、ぜひちょっと勇気を出して、えー、留学したらいいんじゃないかなと思ってます Well thank you so much for your great advice Uh, we really enjoyed speaking to you thank you so much for your time you're welcome uh, it was a great fun talking with you mm -hmm. <laughs> and i hope someone uh, listening to this program takes an interest in hotel business mm. and in the future become a general manager mm -hmm. of a hotel maybe in japan or フ t h タスティックさあフライデースペシャルはいかがでしたか来週の金曜日また一緒に学びましょう think, それではまた来週